はい、どうもこんにちは。酒とロックソン近田敷内親さんのライドと申します。ベストヒットライドです。2019年に公開された映画でサムライマラソンというのがあるんですね。幕末マラソン侍っていうのの小説のね、映画化らしいんですけど、主演が佐藤健くんなんですよ。お姫様役、雪姫役に小松菜奈ちゃんなんですよ。じゃあ果たしてこの二人の相性っていうのはどうなのかなっていうのが気になったので勝手に占ってみたっていう、そんなお話なんですね。で、佐藤健くんは1989年の3月21日生まれで、この人はもう何回も何回も見させてもらってるので割愛します。で、小松菜奈ちゃんは1996年の2月16日生まれ。この人は前に、菅田将暉くんとの相性で見たんで、そっちの動画を参照にしていただければと思ってるので割愛します。で、早速なんですけど、二人の相性なんですけど、相性は、まあ、あんま良くないですね。で、小松菜奈ちゃんが、佐藤健くんに依存する。だから、佐藤健くんが小松菜奈ちゃんに依存されるってことですね。なので、傷つく運気っていうのが、もともと二人の間にあるんですね。で、小松菜奈ちゃんの星ってのは、まだ、なんつうんですかね、かまってちゃんの気質も、ちょっと入ってるんですよ。それで、佐藤健くんっていうのは、真面目で優しい星なので、そういうのも全部、全面に受け止めちゃいがちな星なんですね。なので、そこに対してまともに受けすぎちゃって疲れてしまうっていう、まあ、この二人の持ってる星の元々ある運気、運命っていうのが、そういうふうに出てるって感じなんですよね。まあ、そんな感じで、今回は、また、健くんと。まあ今をときめく小松菜奈ちゃんの相性を果たしてどうなのかななんていうのもあって占ってみましたと。まあそれで皆さんもいろいろとこんな人とこんな人の組み合わせで占ってほしいなとかあったらぜひリクエストくださいよ。まあ僕もね、いろいろこの人とこの人とか、あと芸能ニュースとか見てて、あ、今こんな人がこういう噂立ってんだな、みたいなところとか、あといろんなテレビ番組とかの、まあ、ドラマとか見てて、あ、共演してるんだ、こういう関係なんだなってなった時に、あ、じゃあ占ってみようかなっていう形でやってるんですけど、まあ、全部が全部網羅してるわけではないので、行き届かないところもあるので、ぜひそういう情報をください。ということで、チャンネル登録の方よろしくお願いします。